こんな夢を見た。腕組みをして枕元に座っていると、仰向きに寝た女が静かな声で、もう死にますと言う。女は長い髪を枕にして、輪郭の柔らかな売りざね顔をその中に横たえている。真っ白な頬の底に温かい血の色が程よくさして、唇の色は無論赤い。到底死にそうには見えない。しかし女は静かな声で、もう死にますとはっきり言った。自分も確かにこれは死ぬなと思った。そこで、そうかね、もう死ぬのかね、と上から覗き込むようにして聞いてみた。死にますとも、と言いながら女はパッチリと目を開けた。大きな潤いのある目で、長いまつげに包まれた中はただ一面に真っ黒であった。その真っ黒な瞳の奥に自分の姿が鮮やかに浮かんでいる。しばらくして女がまたこう言った。死んだら埋めてください。大きな真珠貝で穴を掘って、そうして天から落ちてくる星の欠けを墓印に置いてください。そうして墓のそばに待っていてください。また会いに来ますから。自分はいつ会いに来るかね、と聞いた。日が出るでしょう、それから日が沈むでしょう、それからまた出るでしょう。そうしてまた沈むでしょう。赤い日が東から西へ、東から西へと落ちていくうちに、あなた待っていられますか。自分は黙ってうなずいた。女は静かな調子を一段張り上げて、100年待っていてくださいと思い切った声で言った。100年、私の墓のそばに座って待っていてください。きっと会いに来ますから。自分はただ待っていると答えた。すると黒い瞳の中に鮮やかに見えた自分の姿がぼーっと崩れてきた。静かな水が動いて映る影を生み出したように、流れ出したと思ったら、
女の目がパチリと閉じた。長いまつげの間から涙が頬へ垂れた。もう死んでいた。Thank you.